こちらは、ベビーアルパカのノルディックセーターです。サイズ感は割と大きめにしております。丈感もお尻が完全に隠れるぐらい長めの設定で、身幅もしっかりと取ってあります。このベビーアルパカの最大の特徴なんですけれども、すごく軽いです。これぐらいのウエイト感がついてても着ていて全然重たく感じないです。しかもとってもあったかいです。なのでこれ1枚で外に出ていけるんじゃないかなっていうぐらいの暖かさです。柄は、今年も完全にオリジナルで、去年は配色だったんですが、今年は一色でシックな雰囲気ですねに構成しています。ちょっと柄の幅は大きめなんですけれども、全体の、サイズ感に合わせて柄も少し大きめなデザインにしております。はい、でクルーネックのプルオーバーの方なんですけど、プルオーバーの方なんですけれども、こちらはちょっと今修正中のこともありまして、この状態で説明させていただきます。袖付けをサドルステッチというちょっと伝統的なトラッドな手法の袖付けにしておりまして、着ていただくとまあベーシックな雰囲気なんですけれども、こういうちょっとテクニックを使って少しデザインのエッセンスを加えております。襟が今ちょっとダブルになってるんですが、こちらはシングルですね。ちょっと今やぼったい雰囲気なんですけれども、シングルのリブ付けにして、襟元はシンプルにコンパクトになるように修正しております。着用感は、身幅はしっかりとって、丈感はジャストぐらいですね。で丸みの出るようなシルエットで着ていただけるように今修正を加えております。タートルネックの方もクルネックと同様にサドルステッチの袖付けで進行しているんですが、こちらも、今サイズ修正など微調整を加えてますので、改めてご紹介させていただきたいと思います。タートルネックの方は、丈感ですね、少しクルーより長めで、チュニックよりちょっと短めぐらいのイメージでサイズ展開しております。はい、改めてまたご案内させていただきます。以上です。